とある日の夕暮れ。今日はなんかポームさんが落ち込んでいるようです。今日はポームたちに、落ち込んだ時やっぱり人に会うのが一番だ説を唱えたいと思います。友達に会うのが一番説、しかも楽しい友達に会うのが一番説。ちょっと運転します。あ、人生だるーなる時ってあるよね。本当にこういう気持ちになった時に、あ、 YouTube 撮っちゃおうって思うのが本当に職業病になってきてます。あ、面白いネタになるじゃんって思う。自分、第三者の自分が YouTube 撮れよ。なんか梅雨が悪い気がする。梅雨ってだるくね。なんかムシムシするしさ。何年目、もう何年目、梅雨何年目、分かってるよね。この時期がイライラしてムカムカしてやる気もなくなるって。コンテンツにしてる、偉いじゃんっていやでもスーは、もうじゃあ Vlog の時はスーって言うようにしようかな。自分のことを、ボムさんは自分のことをいつもスーって呼ぶんですね。本名がスズリだから、スズリのスーを取って自分のことを私とも言わずスーって呼んでるんですね。いい大人になってやめたくて、それ最近だから。今日は私は私っていうことを意識します。もうどうでもいいこの話。ありのままチャンネルやりたいからどうでもいいことも話すんだけど、何この手ずっと。今は、ENFP 友達と待ち合わせをしています。さっき電話した時に、ちょっとマジで元気ないんだけど会ってくれない、マジ一生のお願い、何回目、一生のお願い何回目って感じなんですけど、今から会うことになりました。眉毛なさすぎでしょ、ヤンキーかよ。なんかいろいろ考えることが多すぎて。あ、来たー、かわいいじゃん今日。なんかかわいい、乗って早く。じゃあ挨拶して、みんなに挨拶して。いや、いい、そういうのにドライブスタートなんか議題出そう、出して出して、議題出してお願い。ちょっと待って待って、議題出して、ね、議題出して。恋愛以外で恋愛、恋愛はちょっと最近話しすぎて、うん、はーいって来たら LINE は既読無視するか否か。彼氏、うわ、いや、友達で、はーいは終わり。あ、そっかそっか。じゃあ、好きな人、付き合ってない好きな人から来たら、うん、はーいって、はーいって。これ既読無視が嫌か未読無視が嫌か。うわ、それさ、めちゃくちゃ語りたいんだけどちょっと待ってくれってじゃあ、うん、既読無視がダメか未読無視がダメか決めましょう。既読って、もう絶対に既読。もうちょっとディベートしよう。違うでしょ、未読が嫌なの。未読が嫌でしょ、未読が嫌、未読が嫌だよね。はい、数も未読が嫌。いや、結局未読でも既読でも無視が嫌なんだ。いや、これ大通りだから入れないかも。聞いてななんで。でもかといってはーいって来て、うん、はーいとかうんって来て、そっから自分が続かせようとしている感じが嫌。うかん、うんって脈なしなんよいやいやいや、いや、うんぐらいでは脈なしではないけど。いや、脈なしだよ。いつもうんって来たら、うん、既読無視して、うん、まあ、自分が次その人の話題が思い浮かんだ時に送るわけよ、うん、アグリー。何グリーって。アグリー、賛成アグリーにしよう、今日参戦っていう。せーの、アグリー。うん、じゃあ、ワン回答は、はーいか、違う、既読が未読が終わってない。あ、既読が未読が終わってないね。既読無視も未読無視も、どっちも気にならない存在になればいい。ね、正解はそれです。いや、だけどさ、長時間携帯見ないなんて、今の時ありえないじゃん、6時間。いや、間違いないね。仕事が忙しいとか、いやいやいや、いや、でも、いるらしいよ。好きでも3日 LINE 返さない人。は？なんか見た、どっかで。なんで？おらんって。だからもう本当に恋人の重きが下な人。はあ、なるほどね。やってけないよね。やってけないわ。行くよって。不機嫌そう。サチウスそう。早く行こう。見て、この服のシュワシュワ度からしてさ、末期の人のさ格好してね。そう、もう寝て起きてすぐ出てきましたみたいな。うん、いいよ。もう一気に落ち込むな。どうしようもねえことでうだうだするな。うわ、なんかこの蛍光の前漏れるくない？漏れてる？どう思う？いやーさーさーせい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 。ちょっと抑えよ。ちょっと抑えよ。せいせい。これ？出てゆく魚も。どうした？もう一個
あっちなんよね。本当は多分あっちなの。あ、一本中。ここない。いいよ。うん。じゃあ二人でやる。ギリ使っていい？もしかしてその顔だったら。バカじゃねえの？ダメだろ。あれは。濃い顔する。あ、やばい、先生来てる。あ？辛い？辛くない？うん。ねえねえ、すーちゃんのさ、癖言っていい？空見上げて手広げる。お前はジブリの主人公かと思っとるけども。される、あった。言われてて、動いてないけど。でもカメラマンとして素質あるよ。このコケの黙れよ。そんなん誰だ。これ、春日あげたんだ。そうだよ。これつけてんのやば、うん、ねえねえ、最近聞いた言葉があんの、うん、養子とか、うん、お金持ってるとか、うん、なんか条件付きの好きは恋なんだって、うん、で、うん、そんなのどうでもいいでも好きっていうのがワッチじゃん。ワッチ何ワッチって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 何知らないんだけどいや、何だから人生は愛だよねっていう話、愛が欲しいよねって話。ごめんごめん、そんなドヤ顔で言うけど結構結構繋がってなかったよ。じゃあこれでインスタ載せようかな。いやいや待って、結構ちょっと待って待って、気づいたんだよね。こうやってしてちょっと足をこうじゃなくて、うん、こう、うん、帰ってきました。今1時45分ですって。今から、Netflix、YouTube を見漁ろうかなと思って声かかってきました。これマジでうまい。セブンの今あったかいコーナーのホットコーナーのところにチャンククッキーみたいなやつが売ってあるじゃん。でもそれがなくて、これと牛乳浸して食べたい。温めて食べたらいいでしょ多分。でこれマジでおすすめ、フルーツウォーターマスカットクラクルイミーっていうやつなんですけど、これおしゃれに見えるじゃん。おしゃれでお前買ってんだろうって。なんだっけ、あのつぶつぶアロエ入りのジュース、わかる？カンカンのこれぐらいのつぶつぶアロエジュースのつぶつぶアロエを抜いた味がするんだけど、コンビニの飲み物ってなんか喉乾いた時に飲んでもさらに喉乾くみたいな甘さを持っているジュースか、意味わからない炭酸水、水かお茶しかないと思うんですよ。でもこれはすっきりしたい時に邪魔しない。乾杯。うまっ、うん、うまっ。唇なんか分厚くなってる、成長してるかも。唇が成長してるかも。やばい、クッキー食べちゃった。 YouTube だったらその取ったカロリーがあのカロリーゼロと思ってる自分。 YouTube だったら何でも食生活崩していいでしょうのスタンスやめたい。最近ちょっと肌が治ってきて、でもこことかニキビ跡、こことかニキビ跡、ニキビ跡、ニキビ跡って感じで、ここもニキビ跡。でもまあこのまま肌の調子がよくいけばだんだんニキビ跡も消えていくから、ハッピーチャンネルって感じなんだけど、なんか最近は自己肯定感が上がる出来事がないですね、普通に。ということで今日は落ち込んだ時は友達に会った方がいい説っていうのを唱えていたんですけども、みんなはどうですか？落ち込んだ時何しますか？本当にこれ聞きたい。19歳の時は寝るが一番いいと思ってて、20歳の時は寝るが一番いいと思ってて、22歳の時は寝るが一番いいと思ってて、まあ結局寝る、泣いて寝て忘れるっていうのが一番いい方法だと思ってたんですけど、誰かに聞いてもらって泣いて寝る
のがよりスッキリする説。使えないだろうな。こんな感じでいつも日常を上げています。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。インスタグラムもやっていますので毎日います。フォローをよろしくお願いします。ではまた載せます。バイバーイ。ふう、時間もった。